はい、さあ、ちゃんぽどです。アメリカの魚屋さん、まあ、エイジアンマーケットなんですけど、ちょっと厳しいかなって感じがしますね。お魚のクオリティが。ちょっと匂いもしてるし、ようこういうの売ってるなみたいな感じですね。目もへこんでますね、こんな感じで。お魚のクオリティが、日本に住んでおられる方、どれだけ日本の魚介類が新鮮かっていうことが、これを見ていただけるとわかるかなとかって思いますね。ね、まあライブはライブでね、だいぶ新鮮な感じもしないでもないですね。お魚さん、これはテラピアかな。こちらはクラブさん。海産もね、貝だけに海産物 ちゃうか ね、だいぶの感じになりますね。こちらはオイスターですね。あ、アメリカザリガニ、アメリカザリガニさん。おい ナマズさん。こちらはロブスターさんですね。おいおい また野菜。ピュー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 。これはメインロブスターというやつですね。東側のロブスターですね。